どうも、しゅんです。こんにちは。はい、ということですね、今回は、就活をこれから始まれる人に向けて、基本的な考え方や、大切なことを、去年の動画を使って、まとめてきたので、よかったら最後まで見てください。大学3年生や、大学1、2年生持っている高校生とかにも、ぜひ見ていただきたい動画になっております。まあ、あとは、就活終わった人にも、ぜひ見ていただきたいなと思ってます。なので、みんな見てください。どうぞ。結構皆さん不安なものかなっていうふうに思うんで、面接で一番落ちるパターンをこう紹介できればなと思うんですけれども、もう一つはもうこれ私本当にいつも毎回面接のサポートする時に伝えるんですけど、笑顔がないなんですよ。なるほど。笑顔がない。これは本当面接の真実なんですけど、多くの方が誤解してて、面接ってすごくフォーマルな場で真面目に最高に丁寧な敬語を使って話さないとダメだって思い込んでるんですよ。はい。いや本当だと思ってました。これがですね、嘘なんですよ。ニコニコしてる人が受かるんですよね。そうなんですね。可愛げというか愛嬌がある人がってことですかね。そうですね。本当にこう笑うのってめちゃくちゃ大事で、正直働いてからもすごくそうなんですけど、はい、笑ってればどうにかなることってめっちゃ多いんですよね。そうなんですか。めっちゃ多いよね。多いですね。逆に笑ってればどうにかなる。笑ってなかったら自信なそうだったら。自分のところも自信ないのかとかって言われたりして変に突っ込まれたりとかで怒ることってあるんですけど、なんで本当にこう今までこう何千人もメッセージを送り出してきて、企業さんからのフィードバック何千回も聞いてるんですけど、こうヘラヘラしてるからっていう理由で落ちた人一人もいないんですよ。本当ですか？ないです。ヘラヘラしてるからって僕結構言われるんですけど、それで落ちる。褒められてるんですか？褒められてるんですよ。すごいポジティブになれる。めちゃくちゃ重要な能力だと思います。意識高いと言われる学生によくあるのが、はい、優秀そうに見せることをやめた方がいいと思っていて、はい、優秀そうに見せると受かるって思ってると思うんですけど、はい、そもそも学生が思う優秀さの定義とその社会人が思う、まあ、面接官が思う優秀さの定義って絶対そこにズレがあるので、はい、頭の回転が速い人が優秀なんじゃないかとか、なんか喋り方が頭良さそうな人が優秀なんじゃないかって思っちゃうけど、はい、無意識にでも多分やっちゃう人ってすごい多いと思っていて、はい、なんか分かったふりをしちゃうとか、はい、質問ができないとかそういうちっちゃいところなんですけど、はい、なんか面接官からしたら分かってるふりって多分大体分かられちゃうし、はい、あ、こいつ背伸びをしようとしてるな、まあ、確かにっていうのは分かっちゃうので、はい、逆効果かなと思って別に全然わからないことはわからないって言っていいし、なんか今の質問の意図ってこういうことですかっていう質問に質問で返してちゃんと意味が分かった上で返す。でそれは全然バカに思われるとか優秀そうに思われるとかのまた別の話なので、なんかそこは気をつけた方がいいなって思ってます。あんまり自分の思うこうしとけば優秀そうに見えるからこれをやるっていうのはやめた方がいい。確かに、すごい刺さるものがあります、すごい刺さるものがあります、何を聞かれても、はい、答えられる、自分の体験に基づいて答えられたりとか、はい、でなんか受ける企業とかも志望動機に嘘があったら絶対に通らないけども、商社やその関与会社とコンサルはどれもちゃんと自分がやってきた行動の裏付けをした上で志望動機を言える自信があったので、はい、なんかそこは自然と出てきたというか、じゃあ相性が良かった業界でもあったっていう、そうですね、まあ、現体験に基づいたことが言えるので自分の行動の延長にちゃんと説明できるところしか受けなかったというか。あ、じゃあ石井さんが、就職活動において、なんていうんですかね、今の就活生にアドバイスすることとしては、何かあれば教えていただきたいなっていうふうに思います。外資系を目指す人、そうですね、外資系もしくは、まあ、就職活動全般において、全般において、まあ、自分に嘘をつかないこと、はい、自分に嘘をつかないこと、あとは10の思考より1の行動力だと思っていて、はい、いろいろ確かに考えてきたこととか用意してきたとか意見とかって嘘つけるし、本当にそう思ってたら行動でもう示してるはずだと思うので、はいはい、でどんなにちっぽけな行動でも行動ってオリジナリティじゃないですか。考えなんか日本このままで日本ではまずいのでとかっていうのは誰でも言えても、はい、
なんだろう、 YouTube でこういうことしましたとか、海外のどこどこ行ってきましたとかっていうのはオリジナルだし、それ人間の本質が出るというか、出る、行動は嘘をつかないので、はい、よく恋人同士でもその言葉で嘘つけるけど、はい、じゃあ本当に好きだったり忙しくても会いに来るよっていう話だったりするじゃないですか。行動は嘘をつかないから、はい、まあ、志望動機だとかなんか考えを伝える時の裏付けとしての行動はすごい大事だと私は思っていて、はい、いや、おっしゃる通りだと思います。思考の欠けてる部分、足りない部分とかも全部行動が補ってくれるから、はい、とにかく行動ありきだし、結局大事なの行動力だから、はい、もうなんか行動しろみたいな、はい、そうですね、行動の延長にある気がするな、思考動機とか。本当にその通りだな。じゃあもう実績ベースで語ればいいってことですもんね、うん、そうです、そうです。だからなんだろうな、そのすごく人気企業だから大手だから行きたいと思っても、そこの会社に入りたいための、入りたいんだったら当然こういうことしてるよね、例えばテレビ局入りたいんだったら当然ものすごいテレビ見てきたよねとか、うんうん、でそういう行動がないのにただテレビ局入りたいってなんでやねんって なるじゃん、はい、みたいな矛盾がなければ、はい、もう絶対相手に届くはずだし、うんうん、その行動してきたっていうのはもう誰より強いオリジナリティ裏付けになるから、ぜひそこを紐付けて志望動機とかも作っていってほしいなと、はい、確かに行動に基づいた何ですかね、発言とか意見をしてぜひしてほしいなっていうふうに思います。それはね、それ以上絶対突っ込まれなくなります。やったことがないことをやることですね。みんな考えすぎなんですよ、まあ、プログラミングやっても自分できないかもなとか、何でもいいんですよね。気になるあの子をデートに誘ってみようかな、声をかけてみようかな、 LINE ゲットしてみようかなとか、海外留学してみようかなとか、まあ、自分が一番これならやってみたいなと思うことってあるはずなんですよね。もうやりたいことが分かりませんって全員嘘だと思ってるんですよ。違うんですよ、やりたいことがあるんですけど、やりたいことがあるのにそれに理屈をこねてできない理由を作ってやりたいことがないって言い訳してるんですよ、うん、そういうちょっとやりたいことを言い訳せずに、まあ、ちょっとやってみようかっていう、あまり深く考えずにやってみることだと思うんですね。で、僕もいっぱい失敗しましたよ。人生何していいか分かんないっていう人と、今私が届いてきた道に違いがあるとすれば、やってみようと思ったことをやっただけです。なるほど。そこしかないです。頭の良さとか、そういうのは何もない。テクニックも何もない。一人やったことないことをやったから、人がためらうことをやったから、一人学びが増えて、一人もまあ賢くなれたし、テクニックも身につけられたし。で、その根本にあるのは、自分の信念をいかに貫いたかで、自分の人生の成功が決まるっていう、僕の人生のモットーですね。1日4通のお祈りメールが届いたりとか、エントリーしても、はい、そもそも最初から ES を落とされるとか、はい、結構ザラギあるんですよね。だから落ち込んじゃうんですよね、はい、どうすればいいですか。ですね、僕が一番好きな YouTube の動画がありまして、旬ダイアリーの次に好きな動画がありましてスティーブ・ジョブズのスタンフォード大学の卒業式の時のスピーチって知ってますか。知ってます。一番有名なフレーズがコネクティング・ザ・ドッツっていう話があるんですね、うん、要は今は何の価値があるのかわからないようなことでも、例えば5年後とか10年後とかになった時に後から振り返って、あの時こういうことがあって逆に良かったなって思うことがたくさんドットがあると、でそのドットがつながることによって今現在の自分が形成されているっていう動画なんですね、うん、概要欄に貼っておきますので、スティーブ・ジョブズの大学の卒業式スピーチぜひ見てください。5年後とか10年後とかの自分から見た時に、あの時落ちたけど結果的に良かったわって思うことって絶対あるんですよ。なんで10年後の自分が今21歳の自分を励ましてくれていると思って、どんなネガティブなことも必ず5年後10年後にはポジティブに変わっているので、コネクティング・ザ・ドッツを信じて生きてほしいです。ちなみに南さんは、はい、そういったコネクティング・ドッツだなって思った経験とかってありますか。無限にありますね、はい、例えば僕、まあ、モテたかったって就職活動のこうモチベーションの源泉があって、いわゆる業界人とか芸能関係とか行くとモテるんじゃないかって思ってテレビ局とか受けたんですよ。で最初の1個前で落ちまして、落ちたことに対してめちゃくちゃ落ち込んだんですけど、はい、でも結果的に今広告代理店に入って商売としてのテレビってところの裏側を見れたりとかしたことによって、まあ、いろんな自分の知見が広がったし、テレビ局で番組作る側になったとしたら、その裏側のビジネスサイドってあんまり分からなかったことなんで、だから結果的にそれが一番今自分にとって今すごい良かったなっていうふうに思ったりとか、あと実際自分が代理店で配属された時に、いわゆる華やかな方じゃなくてお金を徹底的に扱う部署だったんですね。数字数字の世界でエクセルとにらめっこみたいな、本当最初はつまんないなと思ったんですけど、でもそのエクセルの知識っていうのは今31歳になっても生きてるし、未だに僕死ぬほどエクセル詳しいんですね。だから財産になったりとかしてるんで、その時は嫌だなって思ったことも5年後10年後にあの時あれやってよかったなっていうふうに思うんですよ。なんで大丈夫です、結論から言うと。なるほど。じゃあその失敗しても振り返った時にプラスになったりとか、そう、あの失敗があってよかったなっていうふうになるんですよ。それがストーリーになるっていうことね。ストーリーになります、はい。それが分かるのが5年後とか10年後だから、今は辛いんだけど絶対に大丈夫だから、とにかくあの明るく生きてくれてる方が一番いいと思います。はい、
ということで、いかがだったでしょうか。就活に関する基本的な考え方、キャリアに対しての考え方を集めた動画だったんですけども、まあ結論、内定とか、もう大事だけど、本質はそこじゃないっていうところですね。やっぱり勇気を出して行動して、もう結果はどうであれ、自分に残った変化っていうのは一生残るっていう部分と、今内定出なかったとか、失敗しちゃったっていうのは、まあ30年後とかから見たら、ちっちゃいことなんで、そこまで、就活だけで人生が終わらないっていうところを、チャンネルを通じて発信していきたいなと思ってます。なので、皆さんの悩みや、これから今頑張ってることとかを、ぜひコメント欄で教えていただけたらなと思ってます。まあ僕自身も、今、そういったキャリアの選択肢を広げて踏み出す一歩応援したいって思ってるけど、やっぱ迷ったりとか、壁にぶつかってばっかりいるんですよね。だけど、やっぱりその中で、自分で決めて自分で行動するっていうことが楽しいし、幸せだなって思うので、そういう主体的に働く人を増やしたいなってすごく思ってるので、これからも頑張っていこうと思ってます。ということで、じゃあな。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また、動画に出てくれる就活生や、一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。